三平とは、矢口孝雄先生の漫画作品を原作とするアニメ作品なのでおます。秋田の雄大な自然に抱かれて育った、釣り好きの少年である三平が、様々な魚に挑んで、明日の幸せ釣り上げる作品なのですよん。わけわからん。物語の主人公である三平は、東北弁と大きな麦わら帽子が印象的な、釣りが大好きな小学生。アニメで声を当てたのは野沢雅子さんなので、喋り口は、ドラゴンボールの悟空の訛りをきつくした感じやね。自宅は秋田の山間の村で、一平じっちゃんと二人暮らし。あちらこちらに出かけて釣りをするうち、持ち前のセンスの良さから、周囲の大人からも一目置かれるほどの釣り基地に成長していくのだよ。その、通り。原作コミックは、昭和の釣り漫画の金字塔とも言える作品でして、美しい自然風景や、緻密な魚の描写に定評があるだけでなく、当時は釣りの入門書として、ガキンチョのみならず、大人にも人気の漫画作品だったのでございやす。アニメ版は、フジテレビ系列にて1980年から全109話が放送されて好評を博し、その影響により、釣りを趣味として楽しむ方々が、そりゃもう爆発的に増えたもんだよ、こんちくしょう。その結果かどうかは知らんけど、釣り人のマナーが問題になったのもこの頃でして、テグスなどのゴミを捨てたり、ため池にブラックバスなどを放流するなど、マナーの悪い釣り人も増えつつあったことから、様々な面で問題を提起した作品だったのでございます。そうだっけ？とにもかくにも、週末とかに釣りを楽しむ人が増えたってことなのですよ。だけどもね。当時の時代背景としては、都市部の河川は、工場の廃液やら生活排水やらで、どこもかしこも汚染され、とてもじゃねえけど、魚なんて住める環境じゃなかったのよね。仮にいたとしてもだよ、そんなとこにいる魚なんて食えないですよ。ほんとにね。つまり、どっかの田舎の山や海へ行かなきゃ釣りは楽しめなかったわけでして、美しい自然や河川、それに様々な魚は、都市部に住む人にとって、まさに、憧れの存在だったのでありんすよ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。なんてね、東京のいとこがうちに遊びに来た時に、偉そうに言ってやがったものよのう。何せ、朝から晩まで釣り三昧。生寿しか釣れないのによく飽きないねと言ったら怒ったもんだよ。参ったね。その前は、土の子を探すのを手伝いだとか言って、散々やぶをつついたりしたっけね。いやしねえよそんなもん。マムシなんかはいたけどね。何それ怖い。うちはじいさんが漁師だったんでね。スズキやウナギに、タイやハゼなんかも取っては食べてたものよのう。ほら、タイは背びれが痛いんだぞ。なんつって、いとこの腕に、タイの背びれのトゲをぶっ刺したらすんげえ怒られたものよのう。でもまあ、こうやって魚を好きになっていくのだよ。わかれ。嘘っぱちだー。当時としては、UFO やユーマやらの世も末なニュースが多かったためか知らん。本作でも、幻の魚や、伝説の主のエピソードが人気でして、そのせいかどうかは知らんけどね、ちょっとした沼やため池があれば、釣りや探検に行くのがガキンチョの遊びとしては定番だったのですよ。これほんと。アニメが終わった後も連載は続いたもんで、コミックスは釣り好きの愛読書となり、お客の食いつきもいいんで、地元の喫茶店や食堂には大抵置いてあったものでござりまする。そんなもん、知るかーい。昨今の漫画不況の中、ガンダムはともかく、ゲゲゲの鬼太郎やキューティーハニーも解雇主義とかで復活した中、釣り基地三平の人気も侮れない状況なのだよね。コミックスは今でもおっさんに人気で、一応、文庫版も出てますけどね。釣り基地三平のファンは、もうさ、いいお年だもんでね。老眼でさ、文庫版は字が小さくて読むのが正直きついってんだよね。だもんで、今でも当時発売されたコミックスが人気なのですよん。もうさ、紙面もヨレヨレだけれども、買ってるやつもヨレヨレなのでもう満体なのでございます。ありえねえ。キットの値段は500円。少なくとも昭和の50年代に発売されたキットなのは間違いねえ。例の CD ロムによると、1983年の7月発売予定ときた問題。それって、アニメが終わった後じゃんよ。頼むよほんと。結局、この CD ってざっくりした情報しか載ってないのよ。参ったね。なんかもう、最近、ざっくりしたレビューが続いてるなぁ、なんて思っちまったけれどもね。そりゃあいつものことでしたやね。あははのはん。そうだそうだ、そうかもしんない。キットは、主人公、三平三平をノンスケールで再現したフィギュアをジオラマで再現した仕様でして、海釣り用の釣り竿を引き、うっちょー。とばかりに、リールを巻いている定番の姿を再現しているのですよ。かないねえ。フィギュアの出来としては当時並みながら、椅子やクーラーボックス、クロダイなどのアイテムまでを、リアルに再現している点が秀逸なのでございます。ちなみに、釣り針もついてるのだけど、返しはないので念のため。そりゃそうだ。特筆すべきは、この他に、釣り竿とスピニングリールを再現したパーツが付属するのだよね。っていうか、こっちがメインなんじゃねえかと思うくらい力が入ってるんだよ。わけわかめ。釣り竿は5本組で、完成させると全長85センチにもなるので、飾る場所にすんげえ困る仕様なのだよ、こんちくしょう。スピニングリールは、シャフトやギアを組み込んだ凝った仕様で、
ハンドルを回すとローターを回転させることができるんだい。そうかそうか、よかったね。だが、しかーし、釣り吉三平が劇中で使用したタックルは、ガルシアコノロン 2585D のロッドと、ミッチェル508のリールを用いた 2-in-1 のコラボタックルでしたよね。このキットのやつは、どこのメーカーのものかもわからぬようなざっくりした仕様なので、そうだと思って買っちまうと、残念な思いをするのは間違いねえかと思いやす。なんだかなー。制作に関しては、三平の表情などをパテで修正してやるのは必須なのだけど、ディフォルメがきついので、造形するのはある種のセンスが必須なのだよね。要は、むずいのよ。俺のは作画で特徴的な鼻だけ高くしやした。あとは、部分的に削ってメリハリをつければ、なんとなく感じが出ますですよ。決して、最初から自作した方が早いなんて、よもすえなことを言ってはいかんのでございやす。そうだ、その通り。竿などの細いパーツに関しては、まさに、一発勝負なのでして、瞬着やヤスリで調整できる大人のモデラーとは違い、なかなかどうして、まっすぐにならなかったりした問題。多くのガキンチョがそのまま継ぎ目にぶち込んで、竿をお釈迦にしたものよのう。なんてね、俺の仲間も二人しか買ってませんよ。500円もするんで優先順位はかなり低かったのは間違いないのよね。仲間は、好きなガンプラがなかったんで、目についたこのキットを買っちまったなんて言ってたですよ。あいたたたー。当時としては、田舎だったら、そこら辺の竹と100円の釣りセットで釣りは簡単にできたのだよね。フィギュアにしても、フィギュアというより当時は人形ですかいな。野郎の人形なんてマジでいらんよね。みんなそう思ったのかしらん。たまたま買っちまった。というより、じっちゃんに買ってもらえた俺とは違い、みんなガンプラに夢中だったもんで手を出さなかったものよのう。てか、釣り吉三平が好きなら釣り具屋で竿とかを買いますよね。筋肉マンが好きな奴が、プラモではなく金消しを優先して買ってたみたいに、何でもかんでも手を広げられるほど、おぜぜに余裕はなかったはずなのでございませう。ですよねー。そんなこんなで、いつの間にか模型が売り場からなくなっていることに気づくのですよ。アニメが始まると新しいプラモが並び、そして、なくなるたびにいつも思うのだよね。仲間しか買いに来ないような小さな町のおもちゃ屋で、一体誰が買ったのだろうと。今晩あたり、プラモを作って楽しんでいるのかしらん。とか思ったら、砂場で残骸が見つかるパチーン。またそれかい。ちなみに、ガノタの先輩方はただただうるさいだけなのだけど、釣り吉三平のファンの方々はね、結構偉いさんになってる場合が多いんで、バカにすると偉いことになりますですよ。俺もうっかり、リールの分解掃除なんて見られちまって。下手くそだな、リールがかわいそうだ。などと、ダメ出し食らったもんだよ、こんちくしょう。何それ怖い。きっとは、矢口隆夫先生のボックスアートが嬉しい再販版も出てるので、最近でも流通しているみたいやね。まあ、それなりに値段が高くなっているのでござんすよ。はい。お買い上げ、きたー。次回のキットは、これだ。